さあ皆さんには聞こえるでしょうか、この除夜の鐘の素晴らしい音。バカ再生する時間が早いんでもうちょっと後にしろっつうの、はい、せめてこの23時45分に NHK を NHK を見ながらこうね、行く年を惜しみ来る年にこう思いを馳せながら、聞いていただければね、これちょうどね、ちょうどって言っちゃうとここから15分でうまくまとめなきゃいけない。そうですね、そうですね、そうなりますね、はい、年明け5分くらいになるのでしょうか。わあ、まとまらないのに。まあそう、あとあれだもんね、今日27だもんね。そうですね、そもそも、ね、まあ、今日の23時45分に実は再生したところで普通にスポーツニュースとかやってる。はい、そうですね、2-3 的なやつがまだ終わってない感じでしょ。てっぺん超えてもそもそもならない。そうです、そうです、そうでした。鳴らしちゃえ。言う鳴らしちゃいなよ。心の中で鳴らしちゃいなよ。心のチューニング。心のチューニングですよ。僕たちのね。気に入ってますね。2016年の。だってもうあれ俺今喋るの一番辛かった時にあの心のチューニングっていうあの単語に俺は救われたんだ。ああそうだ、俺も心のチューニングをしなきゃいけねえと思ったんだ。はい、そんな2016年もね、もうすぐ暮れようとしておりますよ。はい、というわけでございまして、今年1年の総まとめ参ります。ボイスラムネットワーク火曜日、渡辺和重の勅使河原。はい、改めまして渡辺でございます。そして今日はフルメンバーでお送りしますよ。はい、どうぞ。はいはい、近見です、お久しぶりです。はい、染谷です。三河野です、僕もかなりお久しぶりだと思います。いいね、いいんだけど、あのスノードッグがさ本当に見つかんねえんだよ。すみません、どういうこと。あれはすみません、僕もちょっとこれは、はい、やらかしかけました。伸び伸びにもなるよ。決してそればかりが原因ではないということも含めお伝えしておくけども、スノードッグのソフトがあなた中途半端に古すぎて見つかんねえんだよ。すいません、はい、予想外に見つかんない。はい、困っております。スノードッグお持ちの方ですよ、大々的に募集したくなっちゃうね。はい、そして平川くんが今日はね、もういいでしょ、外野の人じゃなくてね、OK ね。そうか、はい、外野の、ちょっとびっくりしましたね。外野の平川さんが、はい、はい、だってもう旅行にも来ちゃうし、もういいでしょ。うん、はい、で顔も出しちゃってるでしょ、もうね、出しちゃってるもんね。出しちゃってるんだ。そうなんだもん。じゃあ一応でも抑えで荒れまくった映像も撮ってはあったからね。はい、ああ、上がったのかな？どうなんだろう。どうなんですかね。それはね、まあ見ていただいた方、そうね、にはわかるのかな。なんかこっから先はあれだからね、年度も変わ、年度じゃないやね、あの年も変わっていったらこの。動画部分になんかちょっと一工夫をねしていけたらみたいなところもちょっとあったりはするのよ。はい、はい、はい、僕のこのビデオカメラも活用しないとね。ああ、そうですね。まあ、その、あの、神さんを映したビデオカメラでみんなを映したくないというところは正直ある。ある。僕の思い出のね、1回しか使ってないんだから、だって1回じゃ2回か。うん、はい、あんたそれをこのむさ苦しいね、むくつけき男どものなんだろう、この感じをね、そうですね、取るなんつったらね、それはもうあれですよ、はい、どうせ取るんだったら金銀の庭さんに頼んでそっちのビデオカメラ貸しなさいよっつって、ね、俺のカメラでは取るのはやらないと思うっていうので、あ、OK なんですか。 すごいにっこり笑いながらね、庭さん OK が今出したんでね、はい、若干怖かったですよ。これはもういる人は全部使っていかないといけないなと思うからね。それもなんか俺もなんか最近そういうところで無茶して冒険しがちなのをスタジオに行ってもやる時があるから、俺自身が怖い時あるんだね。それは、うん、あ、たまにね、たまに俺休憩中に謝ってるからね、すいませんでした、ね、調子に乗りました完全にっつって、申し訳ないっつって、ある。一茂さんがそんなことを、俺謝らせたら大したもんだよ。いやもう、うん、だって、まあ、はい、よく見てごらん、おでこないでしょ俺もう。
削れちゃって。なるほど、すごいんだもん、頭をすりつけて、すりつけて、そういう意味で、あ、もう謝り尽くしちゃったから、もうこれ以上謝れないからっていうことです、ね、これ笑いの伸びしろあります？どうでしょう、危ないですか、危ないですよ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 、危ないと思いますよ、これは、うん、これ危ないですよ、これ以上いっちゃいます、あ、これダメです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 、よし、よし、じゃあ、危ないですよ、ちょっと一回ちょっとね、ハンドル切って戻しましょうかね、はい、これ小鉄さんです、危ないですよ、あ、危ない、危ないっていうね新日の亡くなったの小手さんです、危ないですよ、はい、分かる方だけ理解してもらえればいいと思います、はい、さあ2016年もね暮れていこうとしておりますけども、ね、そうですね、どうでしょうかね、こんな感じでお送りしてたらそりゃヒット数も増えないなと思いますよ適当すぎるもん、うん、でも適当の方が楽ですけどね、楽なのはダメ、やってる方はね、だからやってる方が楽だけどそれじゃダメだと思うんだ、確かにそうです、危ないですよ、危ないですよ、はい、危な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 いですよ、危ないです、いい方向に持っていかないとでしょ、はい、だから俺はもう今年の反省をすると皆さんが知ってるやつしか出ませんので、ほう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 俺の反省というか、はい、なんかちょっと違う方向に来そうだから、みんな反省しろお前らそうですね、反省か、反省、よく俺嫌われた、嫌われてるのかな、え、ん、ああそうか、その現場の下り続いてますか、だからヒット数が伸びないんだ、そっち、そうだよ、だって後輩に聞いてくれっつったってさ一個も増えないんだもん、人望ないですか、一個もだよ、我々人望ないですか、あ、よかった、俺だけじゃないねあ、そうですね、いや、まあ、でもそうなるとそうですね、でもここに関わってる人間全員の話ね、俺ね、はい、声かけてるのは、うん、各々もやっぱり声かけてると思うんですよ、近見くんと、はい、染谷くんと、はい、外野の方はね、はい、外野の方こと平賀さんはねもう言ってくれてると思うんだ、はい、まあ、言ってくれたら大したもんだもん、はい、大した人たちだもん、この人たち、はい、俺、帝くんは言ってない気がするんだ、帝くんはもうだってもう服のブランドの統一感がないじゃんこんな人は絶対言わないと思うんだよ、いやでも時々こういうラジオやってますっていうのはお話ししてますよ、時々今スマホを出せっつってちょっといいかと、あー、 I'm 帝っつって蝶野さんばりに Your スマートフォンを出せっつってちょっとビンタの構えをしてもらう、あ、確かにそこのところまで行っちゃうと、アイムナンバーはミカドっつってクリッククリックヒアそうですね、確かに そのレベルまでは確かに行けてないですね、行きなさいよ、行きなさいよ、いいんですか、行きなさいよ、いいです、いいんですか、広まればいいです、そう、わかりました、イベント会社のお前この野郎っつってとりあえず客にお前このバラ巻きのチラシをお前作ってきたから、これをお前クライアントの目の前で一緒に配れよっつってお前 D 様の特製ステッカーを一緒に配れよっつって1枚100円だからお前ちゃんと100円回収してこよう、できないんだったらお前のポケットまでから俺によこせって、なるほど、まあ帝ならやってくれますよ、いや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 、間違いない、これをお前あと5人に広めたら俺のところにもマージンが入るんだから、お前どんどん会員増やせよ、なんかちょっと危ない、左内側でもどんどんやってこうよ、あ、いいですね、危ない商売の匂いがします、牛島和重です、鍋ファイナンス、牛島じゃねえのか鍋とか言ってるし、どうですか、反省しなさいよ、だから、はい、は広めないんだから、いや、はい、もっと広めていきます、そうだよ、うん、どんどん広めろよ、はい、どんどん周知して、そうですね、でこの収録中に俺のツイートを拡散されたやつとかリツイートされたのが今俺のところに届いたりとかして、デスクさんは一体何を考えているんだろうって今おリツイートされましたっつって手で俺ストップウォッチのアプリを起動して持ってるもんだから、それがお前ボーンって来る感じとか、なんだよこれ、え、反省だよ、反省、みんな反省、まさかの外部からの、そうだよ、内部の外部からの、そうだよ、まあありがたいことですけどね、みんな今年はいろんなことあったでしょうよ、いろんなことありましたね、そうじゃなくて、だから何があったのかを、でどうするのかを
言わないとダメだけど、俺だから近美子、俺さっき話聞いたから、もう俺と近美子はそれしか出ないだろ多分ね、はい、今ソロモード入ってるもんね。もうこれ言っちゃうとあれなんででしょ、これ言ったら、はい、これ言ったら多分今年の渋谷くくり確かにそうだけど、はい、もう期待は来世にしか持てないもんね。そうなんですよ、期待というかもう悲しみでいっぱいだもんね、はい、ね、俺らはね、ちょっとね、あの話しても、まあ皆さんがね聞いててね、うん、やっぱりげんなりする可能性があるんで、まあ、こっちはまあ話して楽になるかもしれないんですけど、まあ、そういうことじゃないと。いや俺はね、はい、俺は言ったじゃんさっき、はい、収録前に、はい、げんなりさせるにもこのヒット数では嫌なの、はい、話をしたらみんながいい話だって言ってくれたその話をこのヒット数でするのは嫌なの、はい、みんなから俺は温かい人だと思われたいのどうせならいい人だって思われたいの俺。とりあえず今回は聞かなくていいや計算したわけじゃないけど、結果そうなったことにちょっと味を占めて全世界に俺がいい人だを発信したいの。はい、どうせならね、はい、いい人だと思わせたいなら今回は聞かせない方がいいと思いますよ。言っちゃったもん。言っちゃったね、はい、言っちゃったけど、そんなにいいじゃん別に、その虫返さなくて再確認みたいに聞いちゃった人全部もうああそうなんだって思っちゃったら意味ないじゃないですか。ひどくないか扱いが先輩だぞ俺。あ、すいませんでした。やっと厄年も終わるのに、じゃあ1月1日になる時点でやっと厄年が終わるんだぞ。おめでとうございます。ありがとうございます、はい、そういう年だぞ。いいか、はい、忘れるな、はい、ね、はい、いつもありがとう。どんでもないです。ありがとうございます。感謝してんだからな。どんでもないです。なんだこのやり取り。いいか、今年1年どうもありがとうございました。とんでもないです。え、お前らありがとうございました。どっからな、お前どうもありがとう、はい、え、ふざけんじゃねえよ。お前らのせいでこの勅使河原うまくいっておりますよ。どうなってんだよ、全くもう。これがね、間違ったツンデレっていうんだよ。なるほど。間違ったって言うなよ。寂しいよ。なんか寂しいよ。確かにねじくれ曲がってるよね。ねじくれ曲がってるし、間違ってここまで来ちゃったよ。いや、ツンデレってツンした後にデレがあるじゃないですか。うん、ツンしながらデレがあるじゃないですか。ちょっと違いますね。もういいじゃない。別に全然いいんですけど、だからツンデレではなく間違ったツンデレ。まあ、こういうのもありかなっていう。あ、そう。はい。使っていいですよっていう。使っていいの？使っていいですよ。リスナーさんもね、よかったら使ってください。もうこっちの2人がツンしながら感謝。ソメイカド君は静かだ。チカミ君は頑張ってこうやってさ、頑張って話し合わせてくれてんだよ多分ね。ありがとう。とんでもない。俺はいつも通りですよ。てめえこの野郎ありがとう。とんでもとんでもとんでもないです。いつものことですよ。本当に。あ、はい、こっちの2人がだから反省をしないと。ほら、そうですね、反省をしないと、はい、外野の人は言っとくよ、はい、反省することは一個もないから、うん、あんなに素晴らしい人はいないよ。素晴らしい。もう持ち上げとかないと、だって元取ってくんないから。もうだって役者なんだから。ちょっとイラッとしたらね、外野の人もそうだよ、ね、今ちょっと下がってるかもしれない。これ以上ダメだから、ご機嫌取らなきゃいけないから、あとでなんだろう、おみき捧げとかないといけないから飲ましときゃなんとかなんだよ。日本酒かなんかわかんねえけど、ね、いいんだよな、アルコールだけだろ、いいよ、メチルかなんか薄めりゃいいかな。あれ、え、あの、大丈夫、あのスピリタスとかね、ピッてやつ。そうね、うん、かけちゃえばいいんじゃない。そうそう、あ、なるほど。スースーして、ほら、厚紙だから。スースーして気持ちいいっていうか。あと何、その多分スピリタスの湯気で酔えるから。多分今ね、一茂さんのフェーダーがね、スーンって下がってますよ、うん、俺の声量があったら他のマイクで拾えるもん。だったらもうみんなあれだもん、拾えるんだ。試してるかお前今。お前フェーダーに行ったろ今。お前って言っちゃったよ。てめえこの野郎、感謝しております。今多分上がったかな。今確かにちょっと下がってたよな。どうなるかなって。全然もう、あの外野の方にはもう全然もう、うん、もう反省することなんかない。感謝することしかない。ない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 、うん、いつもありがとう。そうだよ、お金さえあればもう俺が養ってあげたいけど、残念ながらないだけであってね、うん、それくらい感謝してんだもん。なんだったら俺もう養子に迎え入れたいぐらい。で、残念ながらほら、迎え入れることはできてもその後養えないから、はい、ね、あと継がせる、あの継がすことのできる財産もないから、うん、だからもうそれはもう無駄でしょ。だから申し訳ないからしないだけであってね。なるほどね。だったらもう息子にしたい、ね、いやもうそのぐらい素晴らしい。
そうだよ、はい、ガイア過去平学院ですね。 XXL じゃなきゃ入らないボディを持っていたって俺は養子に迎えたいそう思ってんだなんか体型のこと軽く触れましたね今触れた、はい、触れてないよ全然触れてないもんだって周りの方ぐらいになったらまだ下げない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 ダメダメ下げないダメ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 危ない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 。最初外野の人しか何もなかったのに情報がどん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 出てきますけど大丈夫ですか。一回大丈夫っつったらもうこんなもうドツボだもん。ここからもう切れるもんなら切ってみろだよ。もう切れないこれ。これ切ろうとしたらもうだってこの回なくなっちゃう。お蔵入りにしたら大したもんですよ。もうそれでもそれ編集するのは染谷さんですから。そうなんですよ、はい、そうなんですよ。染谷さんは切れって切れるもんなら切ってみろって切りますからね。いやなあコスプレの楽しい話なくなったもんな。おなんか掘り下げてきましたよ。先週だったかな。全くもうこんだけ言ってんだから DMM にさスポンサーになってくれっつってさダメかな。あのバスツアーとか やるからっつってそれ DMM じゃないねあれは DMM じゃないね。そうですね。そうなのかな。参加してくれる素人さんを募るのも大変だもんね、大変だもんね。あこの辺かこういうところかな切られるのね。今年の反省をしなさいよ。だからほらそうですよ反省だっつうよ。反省じゃなくてもいいんだけど、はい、何一茂さんとこっちでねずっと話してる間にあの考えておかなきゃそれは。そうですよ、はい、だ今年でいいよ。反省じゃなくても締めくくりとして今年こうだったとかであの総括でもいいですよ。えなるほどっていうあのトランプっていうのはその50何枚あるだけじゃなくて大統領もいるんだぐらいの、ね、ことを、ね、そういう総括を、まあ、まだなってないけど1月だからね。そうですね。年またがないとならないけどね、はいはい。もうあれですよ史上初 あの大統領にさせてくれてありがとう全国暗記をやってんだよないんだよそんなこと。すごいそんなことしちゃうんだよ。さすがエンターテイナーだから、はい、だからどうなるのか分かんないけどね。 TPP もねあれだしね。もうならもうワーワーですよ。ワーワーもうこっから大変ぐっちゃぐちゃだもん。ぐっちゃぐちゃもひゃがひゃです。どうするどうなるアメリカと日本ですよ、ね、もう日本は、まあ確実に中国アメリカの間入ろうとしてポイってされますよ。だからこれは真面目な話にしちゃっていいの。うーん真面目な話にしていっていろんなところに敵を作る感じでいいの。それはめんどくさいんでやめてましょうか。やめてみましょうか。恐ろしい。もう俺も怖いもん。恐ろしい。怖いです。政治と野球の話はしないと決めないもん、はい、野球は危ない。野球はダメだよ。野球はダメだよ。ファン怖いよ。いやみんな素晴らしいよ。皆さん素晴らしすぎてね。熱すぎるんだよ。12球団のファンが全員揃えばいいんだよ。そしたらまあ、ねはい、対等に討論ができるわけです。無理だもん。5人しかいねえんだから。そうなんですよ半分にも満たない。危ないもん、うん、だから俺はここのチームが好きだけどこっちも好きみたいなね感じだったらまだあれだけど、ね、あそこのチームがって言い始めちゃうとね、はい、アンチ巨人ぐらいじゃないギリいけるの。アンチ巨人はなんとかなると思うの。いっぱいいるから、まあ、話する人もいるし、はい、今一番やり玉にあげちゃいけないのカープね、うん、だからこうやって野球の話始めると危ねえっつうんだよそうだよハンドルをどう考えてもあの12球団あって5個を出したところで残り7球団敵なんだからだいたい出ないベイスターズを地元だからという理由だけで応援している俺が平和なのかな。じゃああそうですね。とりあえず一回置いておきましょうか。そうだね、はい、置いといてエンディングに入っていこうかな。はい、さあさあ、はい、エンディングまで来ちゃいましたよ。来ちゃいましたよ。来ちゃいましたね、はい、エンジン全開だもんも乗ってるねって感じ。もう最初からフルスロットルだよ。近見さんと俺はこの乗ってる感じをなんで乗ってるかって言ったら疲れてるから。間違いない、もうすんげえ疲れてんだよ。5時間喋ってんだよ俺もう。ここに来るまでにね、はい
俺が一番喋るんだよ、はい、間違いないです。いろんなことをこうお稽古したりとかっていうと、はい、稽古っていうのは受ける人が喋るんじゃないんだよ。稽古受けさせる方が一番喋るんだから。おかしな話ですけどね、はい、おかしな話で、だって台本を1分喋ったらダメ出しが10分続くんだから、バランスがおかしいんだもん。だからほぼほぼ俺は5時間と休憩時間も喋ってるし、だったら事務所に着いてからずっと喋ってるじゃん。で今日なんかすんごい調子いいじゃん、ね、調子いいですね。なもう起きた瞬間から疲れてるの。起きた瞬間から起きた瞬間から疲れても、だから夜中のさ1時までカレーなんか作ってるわけじゃねえんだよ。とっとと寝ないとね、うんうん、深夜ラジオを聞きながら寝ようと思ってたのに、深夜ラジオのボリュームすげえでかくしたまんま寝てんだもん。起きたらずっと働いちゃってますよ。そうで起きたら一番朝早い番組がもう始まってってさ、はい、俺が聞かないいつも聞かない早い時間の番組がやっててさ、はい、それで起こされてなんかやれ健康がどうのとかって始まってさ、もううるせえよ俺はいいんだよ別にそんなのって思いながら、だってお鍋をしこたま食った後で締めの雑炊もうどんもやらないのにチョコレートを一袋食うんだよ。そんな人が健康情報をお見舞いされても俺はどうでもいいんだもん。でどうなのよ今年のまとめを早くしてくれよ。もう時間がすごい経っちゃうの。もう俺もう止まらないよこれ、はい、今年のまとめこれでだもん、はい、俺もう今年1年調子良すぎて、え何どうしたの。今年の1年はすさんでたな。すさんでたの。何がすさんでたの。はい、心がすさんでました。なんで心がすさんでたの。面白いんちゃうだ。面白いの。やばいな。はいはいはい、どうぞどうぞ。面白い。はい、どうぞ。ちょっと待ってください。すさんで、はい、何がすさんでたのかな。なんですさんでたんだ。何すかこの、なんですさんでたの。今自分で疑問符すさんでたの。ダメだよ、こう流れがすっごい出てきたのに急にぶち込んできた三平師匠みたいなやめてよ。なんだ下り顔で言う時の三平師匠結構すかすんだから。もういいよ、もうだったら時間もないからとりあえずずっとお家にしてくれれば何でもいいよ。お家にしてくれればすさんでたな。でも心のチューニングじゃチューニングしきれないぐらいすさんでた。おそらくですけどさっきちらっと出た野球が関わりのある話なんじゃないですか。野球は関わりないと思う。ないですか。違いますか。うん、そこではすさんでなかったと思う。野球、うん、野球お仕事関係かなぁ。すさんでた理由それかなぁ。かな野球も言えないね。野球ではないですね。野球ではない。なんとなく察しはついた。ないですね、察しはついたけど言えないね、それはね。いろいろね。いろいろあったんですよね。いろいろ。まあなんかちょっと地位が高い感じの仕事とか。言えないけど、本当は言っちゃ今年言っちゃ言えないですね。言えないですよ。それこそ切りますから。言って切っちゃえよ。言って切っちゃえよ。その後で切れないようにずっと喋ってやる。確かに。ダメです、ダメです、ダメです、それは。俺のオリジナルの歌をずっとここで言って切れないようにしてる。それ言わなきゃよかったのに。ニカド君は、僕はですね、確かおそらく年の初めの、なんて言うんでしょう、抱負か何かでなんか電子書籍に切り替えていく、データにいろいろ切り替えていくっていう話をよく言ったような覚えだと思うんです。もう今アーカイブもないもんな。そうですよね。喋った後のことってさ、もう口から出ちゃってるから、うんこと一緒で忘れてるんだよ。どん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 流しちゃってるから、じゃあ、はい、あー今日すげえ泡だったな、しょんべん、なんだろう、なんでこんな泡だったのかな、病気かな、ずんじゃーって流すじゃん。もう覚えてないんだよ。すっかり忘れて、しこたま酒を飲んでまた泡立ってんなーってさ、でまたつまみにチョコとか食っちゃうわけでしょ。ね、それを繰り返すんだよ、こいつの人バカだから。うっせえよ、だからバカだから、うっせえよ。そこまで言ってないですよ。そこまで言ってないですよ。豆乳飲まれてないですよ。できてないんだ。でも結構切り替えできたと勧められたと思います、はい、あそうサイトの方もちゃんと登録して、はい、データとかもほとんどスマホに入れられるようなものにして、ちょっと今年は頑張ったような気がします。なるほど、はい、反省じゃない。まあ別に反省じゃなくてもいいって言っちゃったからね、ま、で多分僕らは言うとスーンってなるから、はい、今年のことはもう言わないなんです。はい、うん、はいはい、というわけで、今年1年、ね、2016年1年間どうもありがとうございました。こちらこそ、だいぶ数少ないリスナーさんですけどもね、今ね、現状ね、いやいやいや、これから増えていく、本当に、はい、ありがとうございました。で、願うことが、まあ、あるとするならば、まあ、一人でもいいんで、はい、誰かに聞かせて、はい、で、そこからこうネズミ団式に増やしていって、はい、なんだったらネズミ広報式で、うん、どん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 こう増やしていっていただけると嬉しいなって、僕らもね、自分たちも頑張りますけどね。そうですね、はい、あわよくばメールも、ああメールメールちょうだい、ちょうだい、お問い合わせのメールちょうだい、ああ、なるほど、
こういうところでこれだからアドレスを言わないじゃんだからダメなのとは思うんだけどね。そうですね、はい、というわけでございまして、2016年この辺で締めにしたいと思います。はい、はい、来年も、火曜日普通に第1週目から始まりますので、次回は1月3日の予定。はい、はい、そうですね。でここではまあ抱負とかいろいろ語る感じなんじゃねえのきっとね。すさんでますな。はい、すさんでますよ。負けないよ。2016年ろくなことなかったね。ではそんな感じで始めたいと思います。はい、お相手は渡辺と近見と染谷と三角とでした。でした。あ、ここは言わないんだね。まだ、ね、言わないんだ ね。え、平賀さんでした。はい、2016年最後に名前を明かしてしまいましたけどね。はい、はい、では皆様良いお年を。こちらは新博多町専門展開でございます。ただいま春のバーゲンセールといたしまして、布団のことなら井口氏。